コパアメリカグループ B の最終節が6月30日に2試合行われた。勝ち点3で並ぶメキシコとエクアドルが決勝トーナメント進出をかけて激突。メキシコがチャンスを作りながらもゴールに結びつけることはできず。90分間を通してどちらも得点を奪えず終了間際にはメキシコのギジェルもマルティネスが倒されて PK 獲得かと思われたが VAR で PK は取り消しに。 結局、試合はスコアレスドローで終了。エクアドルが2位で通過、メキシコは3位でグループステージ敗退が決まった。動画、ベネズエラが3発。すでに突破が決まっているベネズエラは最下位のジャマイカと対戦。後半にエドゥアルドベッドのヘディングシュートでベネズエラが先手を取る。さらに56分、抜け出したサロモン・ロンドンが強さを見せながら、巧みなタッチで流し込み、 ベネズエラがリードを2点に広げる。さらに終了間際には途中出場のエリック・ラミレスが3点目を決めて勝負あり。ベネズエラが3-0と勝利し、グループステージ3連勝を飾った。首位で突破のベネズエラは準々決勝でカナダとの対戦が決定。2位で突破のエクアドルは王者アルゼンチンと対戦。